ここはスケアクローをしっかりとメイクしてきました。佐野千尋選手。さあただいま、オーダーメイクネーム佐野ブラウン。さあ得意トリック見とけローリバ。さあセカンドパススタート。ヒールサイドエントリーバックロール、デカデカしっかりと拾ってきましたね。さあここは仕切り直して、あばらが折れてるんです。あ、そうそうそう、あばら、そう、肋骨をね、ちょっと胸骨を痛めておりまして、さあそんな中気合で滑る見せられます。さあロールバスかね。熊越陽子マリーブ 22LSV 熊越陽子エッジアウト。誰が熊や一発目、もちろん一発目だ。タントラムは絶対外さない、タントラムは外さない。そしていや左手のロックがもうしっかりしてます、はい、しっかりロックしてますね、はい、さあそしてさあ続いてしっかり追い持たして得意のステカスペアクローもしっかりメイク。さすがですね、マスターズクイーン、マスターズクイーン。もう一発いくかな、ワンパス、もう一発いきますね。さあ馬越陽子、はい、馬ちゃんの3発目のヒールサイドは、はい、ヒールサイドはここはエアリー、はい、ウェイクトゥウェイク、バックロール狙ったんかなかもしれませんね、はい、そうですね。まあでもしっかりそれでも三種の神器全部揃います。そうですよね、はい、さあ倉庫見てみますが、はい、馬越陽子セカンドパース、はい、まず持ってくるトリックバックロール、ちょっとよかったサイドに出るということはもう一個のスーパートリックですね、はい、あっちに来るのか。さあ大注目、馬越陽子ギャラリー前フロントロールはちょっと足らん。トランポリンは、はい、トランポリンは世界レベル、世界レベルさあファーストパースバックロール、ヒールして小野マサル、リスタート、ヒールサイドエントリーサイド、次はしっかり合わせてきてバクロの表を拾った、うん、いいですよ、修正してきた、修正してきましたね。ここでトースリーブメイク、ナイス、今のはランディングビッタビタでしたね、はい、はい、それはヒールサイドからセカンドパスの一発目はヒールサイドエントリー、あ、180で、さあ深夜、はい、まずはファーストパスで落ち着いて、ま、来るのか。さあヒールサイド、はい、ヒールサイド選んだのはヒールサイド、エアレディメイク、いいですね、レイリーメイク、レイリーメイク。さあセカンドトリックはおー、トーサイド180、はい、しっかりメイク、おー、いいですね、出だし、はい、さあ続いて、さあヒールサイド3発目バックロールもしっかり決めてきてやー、着地いいですよ、指と深夜。さあ4発目ノリノリできてスケアクローもメイヤーハンドラグ乗った、この3つ目を決める運命のセカンドパス。さあ選んだのはトーサイドだ、もっぱつくるかな、そうですね、はい、さあショーカー深夜レッツゴー、スケアクローはちょっとここではどんな滑りを見せてくれるか、まずはヒールサイド、さあファーストトリックはヒールサイドをエントリー、はい、おしっかりグラブラが来ましたね、そうですね、はい、グラブラから来ました、はい、落ち着いてますね、はい、グラブもちょっとインディーの、はい、ただしっかりもがっちり掴んでた、うわちょっとまくるんだ、あー耐えるか、あーこの相手でこのオープン相手でしました、福井亮介ヒールサイドということは得意のここで持ってくるか、タントラムはメイク、ナイスメイク、うまい。さあトーサイド、はい、ここで YT はまくられた、ここもまくられた、これは、はい、JW ショーゲスト回数ツーエイクツーエイクエアでうわここにお越しいただきました、よろしくお願いします、お願いします。さあただいまアンダー4クラス越村佳代プロ選手ファーストトリックです、うわー、なんださあ佳代ちゃんグーフィースタンス、
さあまだ 1,2 発いけるかな。ヒールサイドエントリー、ヒールサイドね。おーっとこの 180 ですね。クラブ180調整してきましたね。そのままスイッチスタンスのヒールサイド、ハーキャブ、ハーキャブね。さあ180でワンパス終了。まあ、まさかバト。さあメインスタンスのヒールサイド、ヒールね、ヒール、メインね、メインからヒールス、おーやだですね、ヒールサイドから。さあまずはファーストトリック、うわうまい、おいしょ、タンドラム、クリーンですね。さあ続いてセカンドトリックはトーサイドエントリー、すげえ、おいしょ、すげえ、アグロ、さすが、いいですね。ヒールサイド、グラブ180、グラブ180アップテンポですね、結構ね、うん、5発ぐらい入りそうな、ヒップホップですね、ヒップホップすぐこれ動くね。あーとのツアーじゃん。おーおセーフ。これ強いっすよ。ね。安定しますね。安定します。なるほど。さあ小坂選手セカンドパス。トーサイドエントリー。トーサイドエントリー。ワイティ。元ワイティ。着地もしっかり拾ってきました。ヒールサイド。ヒールサイド。さあさあラストトリック。小坂健二。何を持ってくるか。おーっとバックスイング拾った、バックスイング拾いましたね。おここで、おすごい入りますよ、ヒールサイド、ヒールサイド、ヒールサイド、ハイダーマー君のヒールサイド、おでっかい、あーグラバスカッタですね。そうですね、スカリーノンドラブですが、ウェイクトゥウェイク、はい、ヘッドサイド、マー君2発目は、おーしょー、インディグラブ、イングラ、波を確かめて、うん、ヒールトート。さあ三発目はヒールサイド。お持ってきました。バックの四発にかけて。そうですね。そうですね。セカンドパスマークスタート。ここはトーサイドが来ましたよ。トーサイドエントリー。あ来ましたね。スケール。よいしょ。しっかり耐えた。リカバリーうまい。よいしょ。さあこれ仕切り直しの。仕切り直しですね。ヒールサイドエントリー。突破作るかなさっきの。来るのか来ないのか、マー君のヒールサイド、おっと返しましたね、おっと、さあこれはラップハンドですね、ラップハンドからのヒールサイドエントリー。さあおっさん、ここでラップの KGB をメイク、ナイスメイク、ラップ KG 決まりました。さあおっさん、トーサイドのトーサイドのロールトゥイバート、通り場ですね、はい、てましたね。さあ通り場からの続いてヒールサイドエントリー、ここでエアレディ、エアレディ、さあラストトリック、ギャラリー前でトーバックは少しオーバーローテか、ね、さあヒロシのファーストトリック、ヒールサイドから540しっかりメイク、一発目からヒールサイド5を持ってきて、そしてトーサイドエントリー、ここはワイティ押せてますね。さあそしてヒールサイド、ヒロシのバックロール、ここもクリーンにメイク、余裕ありますね。さあそしてファーストパスラストトリックはスゲクロ、難なくメイク、さあ安定してますね、ノリノリですね本人も。シオボードハイパーライトラスティメインスタンスレギュラー、そしてセカンドマスヒロシのここはヒールスリー、ここも綺麗にメイク。さあトーサイド、トーサイドスリー、ここもラップでしっかり着地していいですね、さすがスーパークラス、トリック制限なしのスーパークラス、ヒールサイドテールグラブがっつりノズボーンして、さあギャラリー前で橋本ひろしのラストトリック、うーすけや、うん、ちょっと日本に来たファーストパス、さあまずはヒールサイドから、おーでかいタントラム、クリーンにメイク。さあそしてトーサイド、ト
両サイドからはフロントラル得意のビッタビタ、綺麗にランディングしてギャラリーも湧いてますね。ヒールサイドグラブいいかな、スラブのヒールサイド360。さあそしてファーストパスラストトリック、トーサイドトッツィロールもしっかりメイク、完璧な。さあまずはトーサイド何を持ってくるのか、さあ見切ったトーファイブはここはナイスリカバリー、ここもメイクしてきた。トーファイブも結構トッツィからのトーファイブ、そしてヒルサイドヒールファイブ、あー惜しい。今前先輩方が見守る中でラストトリック持ってくるのはトーサイドから、ダムダム拾った、ナイス、一番気持ちよく終われるやつか、マシー、いざスタート。ヒールサイドからまずはタントラム、でかい。さあトーサイド、でかいフロントロール、あーちょ、さあヒールサイドクイックで出て、さあ持ってくるトリック、ヒール3、ここは難なくメイク。トーサイドいきますね、トーサイド次はクローも綺麗にメイク、おもう一つ、あーそうですね。さあこの持ってくるトリックは、おーエアー、あちょっとレイリー。さあファーストトリックはヒールサイドエントリータントラム、ここは難なくメイク。さあセカンドトリックは、セカンドトリックすげえ、もうでかいな、エアーでかい、テンションしっかりもらってる、はい、さあそして3つ目トリックは、うん、得意のバックロールはクリーンにメイク、うまっ、うまいわ。さあトーサイドトーファイブは状態考えたら前走のライダーイライダーいてるんでね、ちょっと攻めないとっていうところもありますね。さあヒルサイドユラのここはヒール3、しっかりここは拾ってきた、ヒール3をメイク。さあトーサイド、ここはトーのシフト、うーんトー3。さあそしてヒールサイド、ここはタンドラム、ここも難なくメイク。そして注目ですね、逆エッジ食らう高原のトーン5を持ってくるのか、しげくん気合い入れすぎて仕切り直しましたね、仕切り直して。さあしげくん3つ目はトーン5はいます。さあトーサイドしげくん、ここで勃発540決めてきた、クリーンに逆エッジも加わらずクリーンに決めてきた。さあしげくん乗ってきたぞ、ヒールサイドから B3 はちょっ、はい、こんにちは、こんにちは、はい、藤坊さんがすごすぎて喋ればいいか分かってないですフロントフリップ、あとでちょっと細かい解説はもうあのプロライダーに解説したいので、フリップデカデカのフリップからスケアクロスね、いいですね、いいですね。さあそしてグリースタンスメインヒルサイド、おタントラムかな、タントラムです、はい、うまいっすね、うまいっすね。さあここでトーサイドフロントでかです、うまいっすね、あのマコさん今のフロントロール、ちょっとそっちも聞いてもらいたいです、はい、さあセカンドバス児玉大輝選手帰ってきました。まずはメインヒルサイドからちょっとローラーかわして、ヒールサイドは、さあヒールサイド、おいやーレディー、すげえすごいですね、あのアプローチであんな上げれるが、はい、ローラーかわしてますが、さあトーサイドバットイング、
いやいや完璧です ね。さあギャラリー前、おそらくラストトリックスでヒールサイド、おーバックサイド3、ここも綺麗、ビッタビタにメイク、まずはヒールサイド、フーチングライド、やりすぎ、やる感じやな、これは。さあカズキワンフォールからのリスタート、おーエアレイですね、あフーチですね、もっぱつフーチ、おかわりフーチ上手ですね、はい、おかわりフーチからのちょっと画面乱れてますが、すげえ、黒綺麗にメイク、はい、さあファストパス、ラストトリックはここでちょっとね、おかわりフーチでかかったですね、やっぱりセカンドバスヒールサイドから、はい、ヒールサイドから、何やろな、何やろな、何やろな、タントラム、タントラムかな、あ、タントラム、タントラムですね、さあここも難なく無駄にメイク、さあここでスイッチスタンスの、おお、でかいハンキャブ、しっかりノーズグラブ、はい、がっちり入ってましたね、さあここで見せるカズキ、ギャラリー前で選択したトリックはバックロールトゥーリバット、さあここで大鳥郷田友樹来ました、ヒールサイド、さあまずはヒールサイド、タントラーン、インディー取りましたかね、そう、インターン狙いでしたね、さあここで得意のスキアクロークリーニメイク、テンポいいですね、いいですね、さあヒールサイド、ヒールス、余裕ありあり、ビタビタですね、ビタビタ、さあそしてファストパス、ラストトリックは得意のバッチロールも綺麗、バッチリビチビチ、ここはしっかり見てると思います、チェックしてるわ、はい、じゃあトモキセカンドパス返ってきました、トーサイドから、おドーファイブ、ドーファイブ、ここもクリーニメイク、さあヒールサイド、落ち着いてますね、落ち着いてますね、バック、おグローブラー、グローブラー、ハンドラー、ヒール行きましたね、もっぱつ、もっぱつ行くのか、さあトモキのバーオー、 B3、 ここで B3 ギャラリー降りてラストトリック、ラストは、はい、クロモムスキア、クロモムス